アラビアン・キッズ・カック・ファイナル。いよいよ決勝戦ですね。1ヶ月、ここパレスチナ・スタジアムで繰り広げられた本大会も、この試合で締めくくりとなります。アラビアン・スーパーリーグの設立を祝い、同じく8つの国と地域を代表するチームが集った、このキッズ・トーナメント。試合を重ねるごとに、勝者と敗者を交えたベストイレブンが組まれ、再起あふれる数々のプレーが輝かせる魅力に、ピッチもスタンドも、 子供たちの笑顔と熱狂で彩られてきました。各々の個性や背景を尊重しながら、共通言語であるサッカーというスポーツを介して、喜怒哀楽を共有し、日々の暮らしや社会のあり方を見つめ直す。その理念を十二分に無限化してくれた子供たちを、みんなで称えましょう。さあ、始まりますよ。キックオフ。みんな、行こう、声をかけて、助け合うんだ、チャンスは必ず来るから。 前向きに。キャプテンであるキーパーが大声でそう叫ぶと、チームを包む熱量は一回り大きく広がった。ディフェンスラインが上がり、コンパクトかつワイドな陣形が相手フィールドへなだれ込む。左サイドを独特なリズムで駆け抜けるのは、両足にロボキクスギ足をつけた、ドリブルボーイ。退治するは、サイバネキクスギガンで未来を先んじて予測する、気鋭の右サイドバックがある。彼らをサポートするミッドフィルダーたちは、 ストリートで育んだ、類いまれなテクニックを有する。連携して守備を交わし、スペースを生み出すフォワード陣は、たくましい太ももで鋭いシュートを狙う。センターバックたちも、恵まれた体格と洗練された頭脳で、危険なエリアを生まぬよう警戒する。うわ、おう、いいぞ、頑張れ、ナイス、まだまだ、いけるぞ、素敵。スタンドからは、観客となった敗退チームの面々が、 自らの思いも乗せた大声援を投げかける。その熱はピッチ全体の心身をたぎらせ、呼び覚まされた潜在能力が感動的なプレーを生み出す。来た今だパスをくれフォワードの声が聞こえるよりわずかに早く、ニアサイドの隙を鋭くついたマイナス気味のパス。その軌道と速度に合わせ、ディフェンダーをかわしながら反射的に繰り出される右足シュート。ボールは、一筋の糸を引いてゴール左隅へ吸い込まれるように走るが、 そこにキーパーの右手が。弾かれ空を舞うボールが、こう描き逆サイドへ流れると、空中戦を制したのは左センターバック。視線を遠くゴールへ向けた彼は左足を一線、守備ラインと駆け引きするエースへロングパス。ナイスパス練習通りだこれならいける俊足を生かしてラインを切り裂いたエースには、右腕がないが、そんなことはもうどうでもいい。選手たちにとっては、そんな些細な違いよりも大切なことがある。 目いっぱいサッカーを表現すること。一つ一つのプレーをよく見れば、そうした純粋さがひしひしと伝わってくる、痛烈に、美しく。頼むぞ、決めてくれ、後ろを任せろ。ボールはエースの走るスペースへと向かい、エースはシュートのタイミングを見据えてかける。キーパーが立ちはだかるゴールには、いくつかのチャンスコースがあるが、成功率は30%を切る。なんせこのキーパーは、 これまでの試合でビッグセーブを連発し、将来の活躍を期待される逸材。その威圧感に負けじと振り抜かれる左足、決めるか、止めるか、さあ、どっちだ ?ME13 年3月1日、パレスチナナショナルフットボールチーム、オマルベイカー。